聖画小学校5年生の伝統行事、田んぼの学習。5月に生徒たちが田植えを行った田んぼで、今回は成長した稲を刈る作業を体験しました。稲刈りを初めて体験する生徒も多く、慣れない姿勢や動きに苦戦しながら、一つ一つ丁寧に作業を行っていました。 収穫した稲は乾燥や脱穀などを行った後に給食で提供されます。大切に育てたお米を食べられることが楽しみですね。